ルノーはこれまで、自社で F1 パワーユニット、PU、を開発、製造し、参加のアルピーヌ F1 に供給してきたが、2026年からはそれを諦め、同チームはライバル PU メーカーからカスタマー供給を受けるという可能性があるようだ。フランスのビリー・シャティオンのファクトリーで開発、製造されるルノー製 PU。 現行モデルでもライバルからパフォーマンス面で遅れをとっている上、2026年から F1 に導入される次世代レギュレーション下で競争力のある PU を開発できるかどうかという点にも疑問符が付けられている。ルノーとアルピーヌ上層部は打開策を検討しており、すでにアルピーヌのブルーノファミン代表がライバル PU メーカーと会談を行い、 大体オプションの可能性を探っているという話もある。ルノーを除き、2026年シーズン以降の PU メーカーは、メルセデス、フェラーリ、ホンダ、アウディ、レッドブルパワートレインズ、RBPT、の5社。自動車メーカーのしがらみを考えると、2026年から新規 PU メーカーとして登場する RBPT が最適だが、 すでにレッドブルレーシングと RB の2チームへ PU を供給することが決まっていることから、第3のチームとしてアルピーヌへカスタマー PU を用意することは難しい。一方で、アストン・マーティンが2026年からホンダのワークス PU を獲得するため、メルセデスのカスタマー供給の余地が1チーム分創出されることになり、これも選択肢になろう。 結果的にメルセデスや RBPT などと契約を結べなかったとしても、レギュレーション上で現行メーカーが PU を供給することが義務付けられているため、2026年以降にチーム名の供給予定がないホンダもおのずと選択肢に入ってくる。